はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、先日の通院はですね、内科、眼科、歯科のね、久しぶりのフルコースだったんですけども、その最近のね、通院っていうのは週1回の歯科だけやったので、なぜかね、こう久しぶりの感があってですね、新鮮でした。病院に対してこの新鮮な気分ってなんやねんって感じなんですけども、気持ちは元気で折れてるってことなんでしょうね。しかもね、ここ最近のそのコロナウイルスの影響がねか知らんすけどね、めっちゃ空いてました。予約時間がね、その最近はね、昼からなので、通院初期から比べたらですね、比較的ゆっくりできるんですけども、その時間帯というのがですね、その関係もあってですね、コロナの関係もあったのか知らないですけども、駐車場もね、空いてましたね。その一番最初にいつもね、その病院に行ってですよ、自動受付機でね、診察券をビーって入れて、受付を済ませるんですけども、その時点ではいつもスムーズなんですよ。でそっから次はこの採血の予約をしに行くんですけどね、待ち時間がね、今回は9分やったんですよ。で、ね、待ってたらすぐに順番が回ってきてね、ラッキーなんて思ったらですね、その採血してくれる看護師さんらがね、全員ですよ、そこに行ってる看護師さんの全員がね、その穏やかな感じにね、ことを進めていく人たちやって、特にね、その早くこう、さばこうっていう気持ちをこう感じさせずに、一つ一つの行動を、こう、めっちゃ丁寧にこうしすぎるぐらいの感じでしたね。だから今回のね、9分という待ち時間はですね、ちょっと長く感じました。でそして採血をやり終わったらですね、その僕はいつも自分でね、止血バンドを持参するんですけども、分かると思うんですけども、この伸びるね、ゴムのやつなんですけども、100均に売ってるその本とかをまとめるために使うやつなんですけども、サッカーしてる人のね、ソッキング止めと同じやつですね。こう足に巻いてするじゃないですか、こうやってね。でその止血のためのね、その片方の手でこう押さえるのがこうね、ここに採血の注射針を刺したら、こうコットンでこう、あと押さえといてくださいって言われるんですよ。それがちょっと面倒くさいので、いつもね、これを巻いてもらうんですけども、今回担当してくれたそのお姉さんがね、特にその穏やかに丁寧にですね、仕事をされる人やったからかして、止血バンドをこう巻いてくれるのにね、ちょっと時間がかかったんですよ。医療に関してはね、僕は素人なので、現場ではね、いつもされるがままとか黙っているんですけども、今回ばかりはね、あ、もう自分でやりますわって言うて採血室を出ていきました。空いててもね、いくら空いててもですよ、ここでこういう風に混み合ってしまうんやったらちょっとあかんなと思ったんで、そんなことを思いながらね、次はね、眼科の視力検査に向かいました。僕が行ってる病院はですね、その自動券売機で受付を済ませた瞬間にですね、この当日にその予約が入っている各科あるじゃないですか。ね、外科やったら外科、内科とかね、皮膚科とかあるんですけども、そういう各科にですね、連絡がね、一瞬でファッてこう行く、入るようになる仕組みになってるらしくてですね、こう向かった眼科のね、視力検査室からね、もうすでにね、名前が呼ばれてた状態だったので、この入る扉のね、横にね、こうちっちゃいある掲示板があるんですけども、ここに、その、こちらの番号に、の患者様は受付に声をかけてくださいっていうふうにね、書いてあるところに僕の番号が、バーンと貼り出されてたんですよ。なのでね、その、眼科に行った瞬間に、受付に声かけたんですけども、その、他に回ってる人、患者さんがね、いっぱいいたんですけども、遊園地のね、ファストパスで持ってるんかっていうぐらいにね、すぐ通してくれました。そしてね、視力検査が終わって、次は内科なんですけども、僕が行ってるね、その病院ではですね、LTFU 外来っていうのがありましてね、LTFU ってね、ロングタームフォローアップ外来というのがあるんですけども、その、造血幹細胞移植のね、患者さんに対して、血液内科の先生と看護師さんとで行うね、専門外来のことです。
まあ、造血幹細胞移植、まあ、骨髄移植のことなんですけども、それをした後にね、無菌室から退院した患者さんにとってね、日常生活を、まあ、自宅で、まあ、今僕のようにね過ごすんですけども、どのように過ごせばいいのかとか、まあ、不安で結構いっぱいになったりするんですよ。そういう患者さんがねいっぱいいてるんだと思います。まあ、僕も含めそうなんですけども、またね、その異食変態縮死病、まあ、GVHD ねなど の, あの合併症がね長く続いてですね、患者さんの生活のね質をね下げてしまう場合もあります。うん、生活の質が下がるっていうね、まあ、こういう現状やからこういう生活しかできないっていうふうに受け止めたりするんですけども、やっぱりそのね、病気する前とか比べてしまうわけですよね。普通の生活、普段今までやった生活とやっぱり比べてしまうので、質が下がってる感がすごいあるんですよ。そんな時にね、患者さんがねその UTFU 外来をね受診していただくことでですね、まあ、一人一人のね不安の軽減やですね症状の改善につながるようにね努めてくれています。といった感じの生活に関して悩みに対してですね、こうフォローしてくれる外来なんですよ。でその LTFU 外来でね、まあ、今の体の状態、まあ、体重と血圧やね、そのあと悩みですね、あと食生活をですねひたすらしゃべくり倒して聞いてもらって把握してもらうんですけども、まあ、全部ね把握してくれるかどうか分かりませんけども、まあ、こんな生活なんでね、ついつい多くをねこう喋ってしまうんですよ。まあ、メモ取ってくれてる看護師さんもね追いついてへんのちゃうかなと思いますけども、でそこの看護師さんなんですけどね、こう今3月ということでですね、新しい看護師さんにちょっと変わっててですね、まあ、僕のデータは引き続いてくれてて、シェアしてくれてるみたいなんですけども、それでもまあ僕という人間をねこう伝えたくてですよ、ついつい喋りすぎてしまいましたね。まあ、でも終始笑ってくれてたからちょっと安心してたんですけども、まあね、これからもね担当してくれるということでですね、あ、仲良くなれてちょっと良かったです。そう、新しいねその人が来たんですけども、2人おったんですけども、新しい人が来ました。でこの人が、違うところに行きました。この人は多分残ってるんかな、次行ったら分かると思うんですけども、今日はこの新しい人が担当してくれたんですよね。で、この人が新しい科に行く前に僕が受付でねもう来てるってことが分かってるんで、会いに来てくれたんですよ。私変わったんです言って、でその人、もともとおった人と新しく来た人の名字がねまだこれがね一緒やったんですよ。だから違和感はないけど見た目の違和感しかないっていう感じなんですけどもね、またその前までおった例えばこの人はちょっと見た目可愛らしい感じのね人で、でもこっちの新しい人っていうのがシュッとしたショートカット の, 宝塚歌劇団にいてる人みたいな感じの人なんですよ。だからまあ見た目のタイプは全然違うんですけども、まあね、やってくれてることとかはすごい人なんで、まあ、この人も優しかったし、この人もすごい喋った感じ、優しい感じがしたので、すごい僕は打ち解けやすかったですね。まあ、そういった関係性がねこう構築されることでですね、まあ、その患者側も何でもこう話すことができますので、まあ、これからもね勝手にね喋り倒しにね行きます。今日は以上になります。最後まで見ていきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。